始まるよ。準備はいいかな？はい、それでは184ページの応用問題について解説を加えることにいたします。ここまで学習した、物件法の総論に関するですね、問題だということになります。はい、民法総則の復習にもなるんですね。複合的な問題です。さあ見てみましょう。1番ですね。 X は A との間で甲不動産の売買契約を締結された。ところが A の義務行為により XA 間の売買契約は X によって取り消された。そこで X は A より転売を受けた Y に対して、甲府動産の返還請求を行ったと、この請求に引用されるか否かという問題です。で、回答にあたってはまず結論を述べて、それに至る理由を述べると。で、必要に応じて売却してもよいと。で、なお、X の取消権行使適法に行われている。これは前提でいいと。で、Y は、XA 間の売買、XA 間の事情について何も知らず、そのことについて過失もないと。だから善意無過失だと。で、また、現在、甲府動産の登記名義人は X のままであると。こういう問題でございます。はい、そうすると、これ何の問題だろうと考える前に、とにかく、X から、Y に対しての返還請求に引用されるかどうかという、そういう問題ですね。だから、考える順序としては、この不動産の所有者が X だとすれば返還請求が認められるわけですね。でも、この所有者が Y だとすると返還請求認められない。で、もちろん、この不動産の所有者が今 A だとしても返還請求認められないと、そういうことになるわけですね。だから、この事例において返還請求に引用されるかどうかというのは、それはこの、詐欺取り消しですか？詐欺取り消しの効果によって、不動産の所有者が誰であるのかということ、実態的な所有者が誰であるかということが分かればそれでいいと、こういうことになるわけです。さあ、そうすると、今これ詐欺取り消しで96条1項でこれ取り消しているわけですが、取り消しの効果、もう一度確認しておきましょうか。取り消しの効果ですね。はい、121条ですか。取り消された行為をはじめ、
したがってこれ場合分けをする必要がありそうですね。つまり民法96条3項は民法121条の取り消しの効果に関するこの訴求項に対する例外を定めるものだから、したがって取り消し前の第三者のみについて、その適用を見るんだと。この理解に立てば、96条3項が適用されるのは X 映画で売買契約して AY 間で転売した後に X 映画 A に対して取り消し権を行使しているという場合ですね。この場合だから取り消し前の第三者の場合には、96条3項が適用されるわけですから、詐欺による取り消しは一生時の取り消しは善意で過失がない第三者に対抗することができないから、Y これ、善意で何も知らずかつそのことについて過失もないわけですから善意無過失ですね。つまり取り消し前の第三者だとすると96条3項で、これなんだ今音が鳴った96条3項で Y が所有者だということになりそうです。だから返還請求認められないということになりそうですね。でこれに対して取り消し後の第三者だとすると、つまり X が A に対して詐欺による一生時だということを取り消しました。取り消しをした後にこれ Y に転売していたと、こうするのであればこれもう無効ですから、無効に基づいてで X が所有者になるはずですね。無効ですからね。これに基づいて、AY 間で契約をしているので、したがってこれ、AY が所有者になることはないということになりそうですね。ところが、ちょっと考えないといけないのは、121条、この取り消しの効果ですね。取り消された行為は初めから無効だったものとみなすというこの規定ですけれども、これは、取り消し権行使によって、一旦 A に移転した所有権が X に戻ると、このように考えるのか。それとも、取り消しなのでそもそも売買契約で X から A に対して所有権が以前移転したという事実自体はなくなるのかという、この項で、考え方2つに分かれることになりそうですね。これはいずれの考え方を取るのかということはこれはもう構いません。で例えば、取り消したことによって最初から X から A に所有権移転していたということがないんだとするのであれば、そうするとこれ X が所有者だということに、 X が所有権移転したことないわけですからね。でそうすると外形上 A のものであるということを信頼して取引を行った Y、 AY 間で転売したというような事情がある場合には、民法94条2項の類推適用によって善意無過失の Y は少なくとも保護されると、つまり返還請求認められないということになりそうですね。これに対して、一旦 X から A に移転して、それが取り消しによって A から X に復帰的に物件変動が起こるのだ と考えるとするならば、その後復帰的に A から X に物件変動が起こって所有権が戻って、でさらに A から Y に転売しているということを捉えるのであれば、これ A を中心とした二重譲渡だということになるわけですね。A を中心とした二重譲渡であると考えるのであれば、民法177条の対抗問題になるわけです。そうすると、これ登記、移転登記名義人、対抗要件を備えている者が勝ちだということになりますので、高不動産の登記名義人 X のままだということになりますから、したがってこれ X が Y に対して対抗できると、自らの所有権対抗できる。つまり X から Y に対する返還請求認められるということになりそうです。いかがでしょうか。取り消し前の第三者と取り消し後の第三者で適用条文が変わるということ、それから、取り消し後の第三者については96条3項は適用されないとするならば、この取り消しの効果について定める121条の規定ですね、これによって、訴求的に無効になるのか、それとも復帰的物件変動が起こるのかによって、94条2項の類推適用の余地がある、あるいは、177条の対抗問題になるのかということで適用条文が変わるわけです。で少なくともこの事例だけに考えて言うと、取り消し後の第三者については121条の読み方によって返還請求が認められたり認められなかったりするということになるかもしれません。そうだ、一点注意しておかないといけないのは、94条2項類推適用する場合ですね、その時にこの外観放置していたというような事情、これないですね、特に問題文から見当たりませんので、したがって94条2項の類推適用の適用の前提を書くということを指摘して、
で、Y が保護されないという、その考え方で言うと177条の適用した場合と結論同じになりますね。いずれも返還請求認められるということになりますが、もちろんその回答でも結構です。いずれにせよ、考える順序ですね、と場合分けをきっちりした上で、その上で、回答を作成していただければいいかなと、このように思います。